ぶっちゃけ西と東、どっちが名探偵なんだ？え？同じだと思うけど。あえて言うなら、やっぱ東。西や！ね、服部平次の方が、めちゃめちゃ上や、純じゃ、ボケ。黙って聞いとったら勝手なこと抜かしやがって。気してたのかよ。自殺じゃないって。それはな、不動。俺がお前より。名探偵だからじゃ、ボケ！おめえの方が上でいいから。聞こえへんかったな。おめえの方が上でいいから。ほら、そうやな。前より上のこの俺が説明せえへんと、ボクちゃんわからへんもんな。こいつ。ちゅうわけで、俺がこいつより一歩リードっちゅうこっちゃ。工藤くんと勝負してたんじゃないのか？こいつのバックによる工藤よりちゅう意味やがな。関西人やったら関西人らしゅう。腹くくって名乗りでんか。そんなんむちゃくちゃや。またあいつにええとこ取りされて。犯人がわかったの？その推理、みんなに話してみるよ。こら！超待て！なんで関西のことがわかんねん。新一兄ちゃんがそう言ってるんだよ。これで逆転さよならホームランだってね。こいつ。トイレでおじさんを殺害した犯人だってことがね。って、新一兄ちゃんが電話で言ってたよ。この探偵坊主は現場にいなかったわけだから、やっぱり奴の方が上なんじゃねえか。そうだよね。こら、話でほんまに。お前が工藤やっちゅうこと。それにな、現代な関西弁使わせよった工藤の方が、ほんまマイナスやっちゅうとんじゃ、ドアホ。こだわりすぎだ。